アフリカ南部に位置する立憲君主制国家。イギリス連邦加盟国の一つで、周囲を南アフリカ共和国とモザンビークに囲まれない陸国。首都はムババーネである。かつてはスワジランド王国という国名であったが、2018年4月19日に現在のエスワティニ王国、キングダム・オブ・エスワティニーと改めることを宣言した国名の節を参照。 正式名称は、英語で、キングダム・オブ・エス・ワティニー、キングダム・オブ・エス・ワティニー。通称、エス・アティニー。国民、形容詞ともスワジーと表記。1968年に独立したが、イギリス領時代の国名を変更せずそのまま、継続した経緯があった。日本語の表記は、エス・ワティニー王国、通称はエス・ワティニー。1968年9月6日に、 イギリスより独立した際の国名はスワジランド王国で、これはスワジ人の国という意味から付けられた。しかし、現地語であるスワジと英語のランドを掛け合わせたことであるために一部の国民からの不満があったことを受けて2015年からスワジ議会でも国名変更について審議された。2018年4月19日。 国王のムスワティ三世は、万ジにで取り行った独立50周年年式典での演説において、私はこの国の名前を元に戻すとして、国名を現地語に則り、エスワティニ王国、キングダム・オブ・エスワティニと改めることを宣言した。これは、スワジ語で、スワジ人の場所という意味になる。エスワティニは、国王を国家元首とする君主国で、形式的には、 立憲君主制だが実際には、憲法で国王の強大な権力が保障されており、政府の養殖の多くも王家が占めるなど絶対、君主制の様相を呈している。現行憲法は2005年7月に制定され、2006年2月8日に施行されたもの。国王の位はにより世襲されており、司法、立法、行政の三権の上に立ち軍隊の統帥権を持つ。 国王の保筆機関として王室諮問評議会が存在し、国王が幼少や病弱などの理由で政務を取ることができ、場合は王室の中から摂政が任命され、国王の権限を代行する。行政二人内閣は首相により引きいられる。首相は国王が王室諮問評議会の助言をもとに会議員の中から任命し、閣僚は首相の助言に基づき国王が任命する。 首相職はスワジランド独立前年の1967年5月16日より存在する役職だが設置以来ドラミニ家の人物が就任している一時的な首相代行者は除く政府の要職もドラミニ家の人物かもしくはそれに極めて近い人物に割り当てられている立法権は国王に属しているだがリバンドラと呼ばれる両院制議会が存在し 国王の立法における諮問機関としての役割が与えられている。リバンドラは上院と下院により構成される。上院は定数30議席で、うち20議席が国王による任命枠、残り10議席は下院による選出枠である。下院は定数82議席だがそのうち12議席は現在空席となっており、実際には70議席で運営されている。 55議席は、民選枠。残り10議席は国王による、任命枠。4議席は、女性議員枠。1議席は、司法長官の議席である。両院とも任期は5年。会員選挙55議席の民選枠は、スワジランドを構成する4地方、地方行政区分の項目参照が選挙区割りとなっており、万に地方に16議席、頬地方に14議席。 シセリウエニ地方に十4議席、ルボンボ地方十1議席が割り振られている。同様に、女性議員枠も、4地方から各1名ずつが選出される。エスワキニの政党は、ドラミニ家による王政を支持する、王党派のンム以外は、非合法で、ンムの党首は、ドラミニ家の人物。NNLC とブデモが、国王先生に反対する。 実質的な野党勢力と適応しているが、政府による厳しい取り締まりを受けている。司法機関は上級裁判所と最高裁判所を頂点としており、両裁判所とも裁判長は国王により任命される。首都のムババーネには政府機関、上級裁判所、最高裁判所が存在し、王宮とリバンドラはロバンバにある。S 脇には2018年現在、 中華民国、台湾を承認している、唯一のアフリカの国でもある。エスワキニの地方行政区分は、北部のホ,ホ、ホーハフ、中部のマンジニ、マンジニ、南部のルボンボ、ルボンボーそして、東部のシセルウェニ、シーセルウェニーの4地方、ディストリクトに分けれている。最大都市は、行政首都であるムババーネであり、ついで国土のほぼ中央にある。 交通の要衝で商工業の中心地であるマンジニが大きい。立方の首都であるロバンバには王宮が置かれているものの人口は1万人程度である。内陸国で西部には標高1200メートル以上の山地が広がる。地形は全般に西の高地から東の低地へと傾斜しており、最も標高の低い東端地域では、 標高150メートル程度にまで高度が下がる。降水量は、標高と、ほぼ比例し、西部は、年間降水量が1900ミリメートルに上る、地域があるのに対し、東部の雨量は500ミリメートル程度に過ぎない。高雨量と標高により、国土は、ハイベルト、ミドルベルト、ローベルトの3つに大きく分けられる。西部のハイベルトは、雨量が多く、 植林が進められている地域である。中部のミドルベルトは穀物栽培と畜産が行われ、降水量の少ない東部のローベルトは牧草地となっており、牧畜が盛ん。国時代の起伏が激しい上に、降水量が多いため、植生が豊かで風景は変化に富んでいる。国土には東西に北から小町川、ムブルジ川の四つの大きな河川が流れ、国土を潤している。 住民の約1%ほどの白人が経済の実権を握り、私有地の大半を保有。一般国民の生活水準は低く、電力の約80%を南アフリカからの輸入に依存している。国王の散財癖は有名で、国家予算も著しく圧迫されている。かつては南アフリカでアパルトヘイトが実施されていた頃、S 脇にには、 経済制裁をくぐり抜けるために、南アフリカの企業が進出し、工業生産や貿易を行っていた。そのため、他のアフリカ諸国に比べれば、工業の経済に占める割合は高く、それなりに多角化された経済を持っている。国民の大半は、スワジ人が占めており、その他に、ズールー人やヒアフリカ人も、わずかにいる。公用語は、スワジ語と英語。なお、 スワジ語はシスワティ語とされることもあるが、窃盗時、地が民族名につくと言語名となるので、正しくはスワジ語、またはシスワティであり、シスワティ語とするのは誤り。宗教は現地宗教、キリスト教と混合したものが40%、ローマカトリックが20%、イスラム教が10%などとなっている。エイズ万円と治安による、 悪化の影響で2008年の平均寿命は男41歳、女43歳、2007年の15から49歳の HIV 感染率は約25%である。詳細についてはスワジランドにおける HIV、AIDS を参照のこと。S ワキニでは一夫多再生が認められていて、原告王のムスワティ3世は2013年時点で14人の 妻をめとっている。前代の国王であった、ソブーザ二世、1899年から1982年も70人の妻をめとり、そこから生まれた王子、王女は210人にも及んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。